こっちは全裸や。武器を直して 夜に備えなくては。おっとー。お前さっき死んだやん。おっと、死んだはずでは。残念だったな、トリックだよ。どうすんだこれ。建築じゃないこれ。ああ、間違えた。できた。どうやって乗んねこれ。どうやって乗った？おみや。え？なんか普通に乗れてて。俺は位置が悪いのかこれ。横からじゃないとダメじゃないか。あ、乗るってあるわ。そこにフェーリングを置いてるやろ。うん。これ今ハーフテールね。あ、これがハーフテールだから。おー、いいじゃん。船や。あ、待って、寒くてダメージを。はよ、船乗り。いや、ちょっと寒くてダメだった。 別のところで船乗り。 あ、船や。ハーフエール。あ、ホルン落とした。ナイス。撃たれたな。船です。痛い痛い。やめろ、魔法みたいなの撃ってくな。痛い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 。俺死ぬ。モミアン、どうした？俺の船なくなった。ひでえ。どうしたって言いながら。なんかあった？あったし、死んだよ。もう一回船乗る。もう何人かワールドから離れてるね。うん。どうする？もうそのまま。いや、帰るね。もう所持品はないよ。全部失ったよ。帰ろっか。いや、いや、もみや。もみやも15日目チャレンジ、やる？途中で混ざれるのかい、それは。無理やから。それは多分できない。帰るわ。いや、もう8日目でしょ。いや、でもね、こっからがきついんよ、マジで。俺は15日目までは行ったんよ。でも、15日目をクリアしきれんかって。せやねん。めちゃめちゃ厳しいで。永遠に夜続くから。なあ。せやねん。せやねんしか言えへん。せやねんボットや。うわ。弓兵の塔にさ。うん。爆発矢とか渡せんの知ってた？それすごいね。今渡せたわ。俺も今雷の爆発使ってるけど、すんごいぞ。火力が。うん、俺でも上げたやつ。闇の爆発矢やったから意味がねえわ。あ、鍛冶屋シュタイナー倒れてる。東側やばいかもしれん。ちょっと火星に行くわ。お前ってか、俺がいるんだけど。あ、そうなの。大丈夫。西側かな。西行くわ俺。なら、いいよ。東寄り。わかった。雷爆発矢の威力とんでもねえな。通常攻撃で1000以上入る。いいですね。さっさとレジェンダリーの武器にしたいね。レジェンダリーの炎のハンマーやったら、レジェンダリーのあの炎のハンマーやったら俺昨日一発1000以上で取ったで。
軽々。まあやっぱり1000一発出すのが当たり前になっていかないといけない、うん、そうやな。ベースのラインがやっぱそこよね。11日か。骨あと記憶もいるやないけ。全然まだまだまだいった。あと4日しかないで。おっとー、やっぱもはやどうでもいいな。お前絶対に見放す、見捨てられるの決まりやもん。さよなら、おっと。ないんじゃ。美女が捕まってたらちょっと助けに行こうかなとも確かに思うけど、おっとやもん。口癖がやっぱーのやつだからな。しかも調子乗るし。助けたらふふんみたいな感じで笑ってくるのごつ腹立つよな。あー、暑いところよりは南に来ているようです。お宅近いかもしれんよ。いや、俺遠いでしょ、北にいるもん。あれ、そうやねん。全てを指した今ミニマップを見て。分かってくれた。そうやねん。そうやねんじゃねえだろ。で、言ったやん、だって近いかもしれんよって。言ったな。うん、二人して期待に来たと思わなかったもん。俺北東の方におるっつって言ったやんか。よしよしよし、じゃあ俺は頑張って倒すぞ巨人を。とりあえず巨人見つけたらまず作法を忘れないようにせないか。まず服を塗りますや。そうや。大事やで。エンヘリアルの瓶はいらん。夜橋の早なるやつくれ。おい、両方早いな。やばいって。やば。正解それ。もうやばい。やば。ちょっと待って。追いつかん。緊急脱出で拠点に帰るわ。その方がええかもしれん。いや、めっちゃ近いやん、それ。ちょっとすまんが、村の守りは任せるで。俺、巨人やらんと多分これ、負けるって。しかも外寒。そうなんよ。分かった、拠点はじゃあ頑張るわ。頼むわ。ある程度弓兵の塔が強化されてるからなんとかなるとは思うんやけど。ああ、もう、あ、まだやるんだったか。まだマシや。とりあえずね、ちょっと服脱ぐから待ちや。ヤグラは全部レベル3。うん、助かる。来たなぁ。あ、寒い。ちょっと待って、服着てないからより寒いやんか、これ。欠点が出てしまったな。でもめちゃめちゃに削ってんのよ。すでに5万削ったからな。いいぞ、矢倉が強いとだいぶ時間稼いでくれる。ちょっと待って、これちょっと服着るわ。死んじゃう。入った、うん、諦めて1回帰るわ。いいぞ、爆発矢があればやっていけるわ。オッケーオッケー。
氷ポーション作ってもう一回行ってくるわ。寒ちょっと寒すぎてやられました。しかも今日ブラッドムーンやったっけ。そうかな、わかんねえ、もうそれは覚えてない。もうヘルの眷属出てんねんけど。いたね、なんかね。真ん中に敵来てませんか。ほんまでか、来てたで。やば、あ、やば。結局巨人どうなったんだっけ。巨人まだ倒せてない、半分ぐらい残ってる。まあ、ダンジョンさん蘇生させられない。俺はほっといて、南側がやばい。オッケー、よし行ってくるわ。もう巨人絶対近いもん。あ、もう破壊されてる。マジ東側だな、ほんまや。やば、やば、カシが気絶してる、やば。東側のあの強いやつは何とかしといた。スケイ、もう助けといて。あー近い。まもなく夜が明けるから、もうスピードでやっつけないとな。うん。任せろ、鬼のように今削ってるから。うわ、近い。いや、近い。でも見て、ライフゲージ鬼のように削ってるやろ。あ、これやばいんじゃね。もう治ってる、これ治した。あー助かった。あーでももうこれやばいぞ。うん、壊れ次第治されへん。ほら、あ、足りん、ソウル足りん。よし、直った。よし。なんか中に攻撃が。縄文に一応ダメージ入ってるみたいな。うん。直せ、直せ。超えた、さすがに65000、54000。ヘルの継続が現れない前にやばいんじゃん。あ、これあかんかもしれん。いや、だが村のみんなも来る。ほら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 。ヘリえげつな。モリ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 。自由なかったな。自由なかった。100ずつ削られるかと思ったら900ぐらい持ってくれた。もろもろ。ゲージすごい量なくなったな。あと一歩でした。お昼から伸ばして伸ばしてやってきたこの冒険も、ここで終了ですね。じゃあモミアンを連れて行こうぜ。今は蛮族やけど、昔はゴリラやったからね。なんせこっちは。満足やないか。どう違うの。え、生物的に違うやろがい。詳しくはこの3人も出ているマゲラチアをご覧ください。ちょこちょこ宣伝されるマゲラチア、あれおもろいもんだって。例えばさ、マゲラチアの話ではないんだけどさ、うん、この間の、あげた、
MFC 動画。はいはい。あの、ハルさんがぶっ倒れる動画だけ群を抜いて再生回数を。俺も4回ぐらい見たもん。あの、まっすぐになって、痙攣しながら倒れるやつやろ。1動画あの、4とか、8とか再生数なのに、うん、あれだけ今24、5言ってるんですよ。マゲラちゃんもそうやってん。あの、オレンジショットガンで撃ったやつだけなんか80回ぐらい再生されてたやん。今現在85回ぐらいです。そうやろ。あんで今日上がった動画で301本目の動画だったそうです。っていうことはさ、ハル、うん、さんのあのプルプルが300ジャストってこと。記念すべき回、ブルブルで倒れるやつな。おもろ。あいつほんまにあれやな、ハズさんな。ハズさんな。ハズさんや。そういうことやろ、言いたかったのは。そうやな。うん。おっちゃん分かってんねんで、そんな。あ、目の前にしか来た。ほんま。ええやん、触っといて。あ、つかめんかった。邪魔が入った。下手っぴ。巨人倒しに来たらさ、目の前にいたのよ。あ、ほんま。巨人どのあたり？今近い？あ、おるね。俺がいるところ。俺も行くわ。ああ任せろ、裸マンに。頑張れ、裸マン。しかも触っていいよ。裸で触っていいよ。あ、レベルアップした。やったね。ほぼもうゴールデンカムイやん。もうゴールデンカムイみたいなもんやろ。まあな。ああ、しかも、闇の属性のやつ。ダルーン。俺も、ザコ的チタタップして。チタタップ、チタタップ。待ってくれ、痛い。鹿の。助けて。鹿のシステム知らんやつが鹿いっぱい切ろうとしてた。痛い、助けて。裸ではちょっと無理があった。何してんねん。雑魚にやられます。危な、めっちゃ襲われたんですけど。マジびっくりなんだけど。いや、雑魚が勝て。そうなんよ。痛い。チタタップ、チタタップされるわ。ほんまに。されるのは俺たちの方だった。されたのは俺たちの方だった。今、爆速で逃げてるから。その雑魚無理やって。クソ強いんですけど。雑魚おらんかったら楽勝やけど、雑魚無理やって。あ、死んだ。助けてあげられやんかった。死体ぶっ飛んでった。今助けようと思って近寄ったけど、死体飛んでったの見てやめた。うん。悲しかった。でもしょうがなかった。うん、コラテラルダメージ。生き返った瞬間レベルアップしてた。よかった。遅いんじゃ。これアングルポザ倒されへんで負けるんじゃん。下手したら。うん、なんかそんな気するね。この近さでまだ2万しか削れてないの。20万か。うん。いや、2万やろ。あと100、あと100、ん ?2 万か。うん。で、あと11万あるわけだけど。そやろ、やっば。火力も全然出せないし。敵が硬すぎるし。俺死ぬし。今俺あの、雷のハンマー作れるようになったから、とりあえずそれまず作って、そいつと戦いに行くわ。ちょっと待ってくれ。ボスにっていうか雑魚にやられてるよな。雑魚にやられてる。雑魚が強えからさ。いや、このアングルボザの何がきついってさ、あの、呼んでくる雑魚やろ。雑魚と、なんでこいつだけ範囲攻撃の範囲3つなんだよ。いや、でも、あの、なんて言うんやろ。持続ダメージあるし。そう、使ってくる技によるかな。その上で雑魚を明かすって。こいつだけおかしいぞ。こいつだけな強い。ほんでな、体力なんか知らんけど多い。
あっさり倒して帰ろうとか思ってたけど、ごっつ強いわ。死闘なんですけど。ほんまな。必死で池の赤い水飲んでる。痛い。体力やばいし、つき。ブーン。これ、なんでこんなことになってんだ。大好きで、安心だ。強いって。ああ、でもあと4万か。だいぶ削ったよ。みんなで頑張ってるおかげやけど。強いって。絶対すぐ帰るからな。ビフレストの位置もピンしとこ。まあ俺は基本的に裸やからしんどいかもしれない。痛い。服着ててもしんどい。一緒やった。まああと2万5000。あ、オッケー。頑張るわ。そう、ヒット&アウェイしようにもね、雑魚が邪魔をすんのよ。なあ。勝て。勝てし、ていし。あー、体力60です。あ、死にました。でも、あと1万3000。俺が倒す!やってくれー。ヒットアンドアベれないんですよ。アウェイキン。よしやったぞ。よし、帰ろう。ここだ。ビフレストの位置はもうピンしてある。よし。すぐ行こう。一目散に行こう。な、走って帰ろうぜ。このワールドきつかったな。やったらきつかった。なんか知らんけど、俺、序盤で5回ぐらい死んだし。よし、帰ってきた。ただいま。あ、いけた。よしよし。堂々たる裸。なあ。逆にかっこいいな。ここまで来ると。これ、最大プレイヤー数10人でいいんよな。そうすると10人入ってくるよ。10人になるまで。自分のグループのみにしといたいんかな。そうそう。オッケー、行くぜ!うん。オッケー。俺はじゃあ東に行く。他の人は何も言ってくれない。じゃあ俺、なんか南の方に行きまーす。早くも暑い地域発見かな。見つけた。あ、助かるそれ。枝が足りへん。お、俺寒い地域見つけたぞ。おお、いいね。右下が寒い地域やわ。一日目の日の長いこと。な、素晴らしいな。ずっとこうでありたい。ね。俺たちがどうにかできるところじゃないから。そんなこと言わずにさ、うん、親友のよしみでさ。おお、巨人へのダメージ 15% アップっていうのも手に入れたんですけど。ああ、いいよね。俺巨人倒しに行くわ。ほんなら、もう。やってくれ。そろそろ。巨人どっち方面や?北だね。北か。だいぶ近いなってことは。住宅あったよ。あった?やったね。どっち方面?西かな?西側?ああ。ああ、頼むから闇の巨人ではありませんように。